たける心を殺すことある。今回の動画はクリリンのことかさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。あいつから届いたんだってね、痛みがわかるのだなんて、弱い正義で今宵射精、やるせなさ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 、街やはり働くおさんで僕の世界がキラキラ、人が生きるってほらちゃんと綺麗だったよね。夜の海水面をうつろう光に閉じ込め、この街は僕のもの、時が来た今、時が来た今、捉えてよ今、捉えてよ今、すぐに消えちゃう全てを。あ、でも近くにあの刺されるところがそこにいていただければ、新谷です。はい、吉です。山岸です。あ、山岸です。初めまして。ごめんなさい、よろしくお願いします。山岸は今 おいくつなんですか？48です。48歳。ボディービルダーが職業なんですか？それとも中の、ね、ボディービルダーが職業だ。プロボディービルダー。プロ、じゃあトレーナーとかやってないですか？誰か教えるとか。トレーナーもやってるけど、まあ、はい、それも含めてプロボディービルダーだ。そのボディーをその作る。優勝とかしてらっしゃるんですもんね。優勝します。アーノルドクラシックっていうあのアーノルドシュワルツェネガーの大会で第一のがオリンピアとしたら、その次に来るのがアーノルドクラシック。あ、そうなんですね。どんな部門があるんですか？年齢別なんですか？それとも体重別なんですか？体重別。プロは体重の階級かかって96キロ以下とそれ以上ってのがあって、俺はその96キロ以下級で優勝した。あ、そうなんですか。競技人口どんぐらいいるんですか？そうだね、ボディビルはだけど、まあ、裸一つでできるって変だけど、世界中で鍛えるってことはやってるわけじゃない、はいはい、だから選手としてのそのボディビルの競技に出る人はどうなんだろう。これサッカーよりも多いって聞いたことがあるよ、人口としては。であと長くできるから、俺も48だけど、あのもうまだ一応現役なわけじゃない。歴何年ですか？ボディビルダー歴。20歳からやってるから28年。あ、そうなんですか。え、初めて世界一になったのいつなんですか？そのアーノルクラシックで優勝したのが2016年だからな。何歳だ。おー、じゃあ5年前ぐらい、ね、5年前ね。すごいですね、43歳でそこ世界一になれる種目ってことですもんね。そうそうそう、筋肉って1日使いつかないから、やっぱり10年ぐらいかかるからね、本当に選手としていい選手になるまで。あ、そういう世界なんですね。そうそうそう、筋肉だってトレーニングしてもすぐつかないじゃん。あ、まあそうですね。へえ、ちょっと腕とかこれ俺すごいっすね、うんうん。まあ、だけど 細くなったんで、一時期よりも。あ、そうなんだ。まあ、体重で言ったらやっぱり10キロぐらいは全盛期大変だけど、そこからは落ちてるけれども。え、今何キロなんですか？100キロぐらいかな。あ、でも100キロあるように見えないって言ったら失礼かもしれないですけど、うん、やっぱ締まってるから。なんかその身長は何センチですか？165センチ。あ、大会の時は96キロギリまで絞るってことですか？そうそうそう、絞る。そうなんですね、うん。え、やっぱその大きい方がよく見えるから、そのギリギリ96キロ級っていうのはやっぱ96キロギリまでみんな上げてくるもんなんですか？まあその人の身長にもよく、それよりも低いもちろん体重出る人もいく、イカ級だから、はいはい、俺の場合はやっぱりちょっと落とさなきゃいけないね。あ、そうですか、うん。体脂肪って何パーセント？コンテスト出るときはもうこの皮下の脂肪はないよ、一切ない状態。1% みたいな、そんなことですか？まあ、だけどパーセンテージで言うと、結局人間って内臓にも中にも脂肪あるわけ。あ、はいはい。だからその 10% では俺はありえないと思うけど、 5% とかそれぐらいじゃない。あ、 5% とかですか。皮下の脂肪はない。だから目に筋肉の上についてる脂肪はない。へえ。体脂肪はね。年間のスケジュールみたいなのがあるんですか？なんかその鍛えてる期間とお休みの期間みたいな。そうだね、まあ、お休みというか、そのコンテストに出てない時はやっぱりそれ低い体脂肪の状態でいるっていうのは難しいというか不可能な人間で、そこまで低い体脂肪っていうのは人間としては自然な状態じゃないから。だからやっぱりある程度体脂肪率はないといけないから、普通に生活するには。だからまあ
そのコンテストに向けて調整するのはやっぱり4ヶ月かけるわけ、それに向けて4ヶ月かけてその調整していくので、だからそのコンテストに出る期間が例えば4月から出ないとしたら、まあその前から始めるわけじゃない、はあ、だからそのもう1月ぐらいから調整始めて、でそれ何試合出るかだよね、年間に。あ、で最後9月その秋にオリンピアっていうのがあって、そこを目指してるわけ、みんなその頂点に立つために。そうか、それが世界一の段階、ね、そう、だからそれに出るためには、まあ、各国とかもほとんどアメリカがやってるんだけども、それで優勝してそれにオリンピアの出場権を出ってる。でそのオリンピアは俺はちなみにあの優勝してないけど、あの3位も最高3位。あ、3位まで来たので10回出場した今まで。へえ、まず日本代表にならないといけないってことですか。まあ、そういうのどうなんですか。日本代表とか関係ない、みんなプロだから、ゴルフと同じよ。プロの資格を得るためにまずそのアマチュアで優勝しなくちゃいけない。でそれでプロになって自分でこの出ますよっていうわけじゃない、日本代表とかじゃなくて、はあはあ、個人だからさ。あと、そうなんだ、ね、オリンピアっていうのは優勝したのか、賞金とかが出るんですか、それメダルですか。賞金4000万、プロだからまあその賞金は出るわけだろうですけども、世界一で4000万もらえるんですか。すごいですね。まあだけど他のスポーツに比べたらそれはまだ低いというか、もちろん前 メジャースポーツじゃないから。ただプロはその賞金を稼ぐ以外にもやっぱスポンサーがついたり、副業ったら変だけども、それに関してさっきのトレーナーもそうだし、人に教えたりするのもだし、ジムを経営するとか、そういうことかな。へえ、山口さん今拠点どこなんですか。ラスベガス。ラスベガスが本拠地。そうそうそう。あ、今回は今週末のジャパンプロっていうのがあって、はあ、それを俺あの主催者の一人としてやってるので、それのために。あ、じゃ あのいわゆるじゃ採点する側みたいなことですか。まあジャッジはまたいるんだけど、俺は主催者だからいる、そのプロモートすること。あ、そういうことなんですね、うん、そうそうそう。へえ。でもじゃあ日本だと日本一ってことですか、言ったら知名度とかは分かんないけど、うん、その、まあ、ボディービルでそのミスターオリンピア の、 そのボディービルに出た人は 俺だけだから。で10回出てるのも俺だけだし、アーノルドクラシックで優勝したのも俺だけだから。そうですね。まあ、これから出てくるんですけど、これから出てくる人をそのジャパンプロとか、はい、あの育てようということで、ね、更新をね、うん、更新を。そうそうそう。出身はどこなんですか。出身は札幌、北海道。でどんな家庭に生まれたんですか。あのね、なんか面白くないんだけど、普通 の、 あのサラリーマンの父親と専業主婦の母親で、スポーツはもちろんやったけれども。何やってたんですか。ちなみに野球とか、あとは柔道とか。ただ別にそれですごかったかというと、そうだ、普通にその部活やってて、はあ、でウェイトトレーニングをやり始めたのはラグビーの補強運動。ラグビーはいつやったの。高校生の時。あ、高校でラグビー部入ってトレーニングに出会うんですか。そうで、まあ、ラグビーやったからそれ強くなりたいっていうのがあって、はあ、まあ、ベンチプレスもやり始めた、はあ、でそれでまあ当時はまあジムに行くっていうのはもう変人じゃないけど、変わった人がいるところだからさ。で北海道とかだったらジムなんかもなかったしね。あ、そうですか。そうそう、学校でトレーニングして学校 の、 そのジムっていうかベンチプレスの台があったわけ、はあはあ、でそれをやって、まあ、楽しいなと思う。へえ、それ何キロぐらい上げたんですか当時。100キロぐらい上げれたからね俺すぐ。へえ、じゃあちょっと向いてたっていうか、うん、他の人に比べてあの筋トレがうまかったっていうか、うん、まあ素質があったってことだね。変だけどあの体もすぐ変わったしね。あ、そうか、まあ、やればやるほどどんどんでかくなるみたいな。そうそうそう。だからまあ同時期に一緒にやった人よりはあの明らかに体つきが変わってきたから、それはやっぱりそういうのが向いてたんじゃないの。高校卒業したら どうするんですか。なんかさっつそしてまあ大学来たわけよ。あのそれで東京に来たわけ。それ何大に入るんですか。早稲田。あ、早稲田に入るんですか。スポーツ科学入って、で、まあ、そこでまたボディビル、あのバーベルクラブっていうのがあって早稲田には、はあ、結構これ伝統あるとかあのクラブでボディビルは強いんだけど、はあ、そこで、まあ、ウェットレングをやりたいってことでそこ行って、そこでボディビルだなと。そう、そっか。たまたまあの早稲田に行って、早稲田がそういうバーベルクラブが強いってことも知らなかったし、たまたま、あ、行ったらたまたまだった。たまたまで、まあ、ボディビルダーになりたかったというよりはウェイトトレーニングが好きだったってことだね。ちなみに その18ぐらいで早稲田に入った時は将来像はどんなことを描いたんですか。なんとなくじゃあいい会社入れたらいいかなって。だけどね、子供の頃 の、 その目標とか書くじゃない、こういうのになりたいですみたいなことだった、はい、それはプロスポーツ選手って書いてるんだよね。あ、だから何かしらのプロと。そう、何かやりたかった。あ、何か分かんなかったけどね。ただそれまでやったスポーツはさっき言ったようにそんな上手じゃなかったから、あ、だけどなんかやりたいなと思うんですよ。学生の大会みたいなのあるんですか。じゃあそのボディビル
あの学生の大会出て3年生4年生を優勝した全日本大会で。あ、じゃあ日本一の学生の学生大会、学生チャンピオンになるとなんかスカウトとか来るんですか？わかんないけど。まあそのスカウトは来ないけど、要するにその業界ではさ、プロ、まあ、要するにあのフィットネスでしょ。だからそういうプロテインとかあるわけじゃない、サプリメントだよね。だから当時からそういうあのサプリメント、プロテイン、日本にはプロテイン売ってる会社あって、まああの有名とかだったら森永やったウィダーとかね、うん、ザバスとか、うん、ザバス。でそれであと健康体力研究所っていうのがあって、略して健体っていうんだけども、ほうほう、そこに勤めたの、大学終わったと。だから一応ボディビルのチャンピオンで健体入りましたってことで、こじんまりとした中ではまあエリートコースかな。へー、そうか、だから普通にスカウトで就職してみたいな感じですもんね、言ったら。まあ野球で言ったらね。へ会社で仕事しながら、なんか分かんないけど、休みの日はトレーニングするみたいな生活なんですか、そっからも。もちろん休みだけじゃなくて、あの会社終わったら行くわけなんだけども、はい、やっぱりそのお客さんがボディービルジムなわけじゃない、だからプロテインだから、うんうん、だからジムだから、それ自分で社員が鍛えてると、やっぱりそういう説得力があったわけ。この体になりますね。そうそうそうそのとおり。で、要するに、デパートとか行って、こう、試飲会とかもあったわけ、当時から。こうやって、予定伸ばして、それも相当売ったからね。あ、じゃ営業の成績良かったんですか、やっぱ筋肉もあるし。うん。で、営業マンはみんなボディビルダーだったの、その会社。結果として、ボディビルダーが売るのが一番売れるっていうことなんですか。うん。だから、こういう体になりますっていうことだから、それで3、4人も先輩もボディビルダーで、そこ入って、そこで3年間働かせていただいて、とんでもない社員で、入った時にもうすでにアメリカに行きたいと思ってた、うんうんうん、だからその会社に骨を埋めるというとかじゃなくて、もう3年勤めたら俺はアメリカに行きますっていう目標を持ったんです、その2世に。なのでまあ3年で退職させていただいて、で まあ、ある程度お金を貯めて、そしてアメリカに行って、いくら貯めてアメリカ行ったんですか。でアメリカなんか仕事の当てあったんですか。仕事当てない。だからまあその行ったってもとりあえず行ってみようっていうぐらいだから、まあ100万円ぐらい貯めたのかな。ほうほう。3年で100万ってアメリカ行ったら結構すぐなくなっちゃいそうじゃないですか。すぐなくなる。だから半年しかいなかった、いられなかった。ほうほうほう。だからまあ行って、とりあえずその時は学生のビザを取って、まあ、英語も勉強しようと しますという名目でボディビルをしに行った。で俺の目標としてはそこに半年でもやって修行して帰って日本一になりたいと。あ、まあ、もちろんその県体に勤めてる時もボディビル大会出てるから、でどん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 、まあ、ミスター日本に出て、まあ、それでアメリカ行って半年もボディビルだけやって帰ってきたら日本ミスター日本優勝しようと思ったんだけども、まあ、その時はやっぱり 3位止まり、3位に入ったけどね。あ、そうですか。うん、トップ3に入ったんだけども優勝はできず、ただそのアメリカでの修行のおかげで今度はやっぱり俺はここに住みたいと思った。アメリカでのトレーニングは進んでるんですか、やっぱそのボディービルにおいてというか。まあ当時はやっぱりね、ジムのレベルはやっぱ違ったね。今はそうでもないんだけど、今はやっぱり日本にもアメリカの立派なジムの設備が入ってるんだけども、俺がやってた時はやっぱりもうジム自体がアメリカは住んでたから。あ、キングとか。キング。へえ。プロのボディービルダーっていうのは日本ではもうありえなかったので、とにかくまあアメリカ行かないとそういうプロの選手は見れないと、うん、まあ、インターネットの時代じゃないからまだ、はあはあ、だからまあ行って実際に見てその中に入ってトレーニング したいなと思った。へえ。強い人とやらないと強くならないから。うん。日本3位になってもう一回アメリカに行くんですか。3位になってまあしばらくそれで日本でやってたんだけれども、日本で優勝してプロの資格を取ろうと、うんうん、ということで今度はアジア大会ですので、アジア、へ、まあ、日本もそうなんだけど、アジア世界ってなってアジア大会で優勝したのね。すぐ。それ何歳ですか。2001年だから20年前。20年前。うん、いや、20代ですか。そう、20代の時に優勝して、でまあそこでプロに転向して、でまたアメリカに戻ってきた。じゃあアメリカって行ってどの間のお金はどうしてたんですか。大会で優勝した。それはね、指導、パーソナルトレーナー。ああ、はいはい。だから当時は日本ではやっぱりパーソナルトレーナーってのはちょうど始めたばっかり、はあ、それのまあ俺がその創世記の一人だね、パーソナルトレーナー。やっぱそのお客さんとかやっぱちょっと経営者とかさんとかそういう人になるんですかね。まあ、経営者さんとか、俺はだけどいろんな人が来たの、女性も来たし、もちろんお金払ってトレーニングするぐらいだから意識のある高い人たちだけれども、すごく忙しくおかげさまでして、うん、やっぱり1回6000円とか取るわけじゃない、うんうん、1時間で。そうなると
若かったけれども結構稼いでた。ああまあそうですね、うん、1日やっぱり 5,6 人やってるわけじゃない毎日毎日、うんうん、でその空いた時間にトレーニングして、であとはボディビルダーっていうのはトレーニングももちろんそうなんだけど食べることが大事だ。うん、1日やっぱり6回は食べなくちゃいけない。細かく細かく。あ、そんな食べるんですか。食べる。だからそれがやっぱり会社勤めしてるとなかなかできないでしょ、はあ、だからパーソナルトレーナーと1人教えてまた食べて1人教えてまた食べてって時間を自由に使えたので、あ、だからあの体を変えるってボディビルダーに別になる必要はないんだけども、ほとんどの人がやっぱり挫折するのは食事なんだよね、はあ、あの食事はやっぱり24時間355日やらなくちゃいけないことで、トレーニングはまあ週に3回とか4回とか、まあ、毎日やってもいいんだけども、食事っていうのはそれずっと毎日のことなので、うん、そこでみんな挫折しちゃう。石田さん、1日6食ってもうなんかやっぱそのなんか成分的なものが計算された食事なんですか。そうそう、やっぱり炭水化物はこれだけ、タンパク質はこれだけ、脂質はこれだけっていうふうに計算して、特にコンテストの前はそれがやってないとあのボディビルダーみたいな体って言ったらそういう体にならないわけよ。あ、なるほど。じゃあそのグラムを6で割って計算された食事を作ってた。そうそうそう、さすが分かるね。 それであとは、まあ、トレーニング前中後にこういう食事を取るとか、まあ、タイミングもあるんだけど、ああそうか、基本的にはそうそう、このタイミングでタンパク質取ると筋肉つきやすいよみたいなのがあると思う。だからこれ全部ね、科学というかあの行き当たりばったりやってるわけじゃないんだよね、みんな、うん、こうやってやってればこうなるっていうのがちゃんとあるのよ、その法則が。あ、でそれをいかにして守るかというか、そう、いかにしてそれを続けられるか。だからそれがさ1回で半年とかだったらできるんだと思うんだけど、それをもう10年とか20年続けるわけじゃない、選手プロとしてやるためには。それができるとはそんなにないから、すごい体の人はめったにいないわけだから。ちなみにでもあのこの20年ぐらいでカップラーメンとか食ってないですか。分かんないけど、まあもちろんさたまには食うよ、はあ、やっぱりあの修行僧じゃないので、やっぱりそのコンテストからオフっていうかコンテスト開けた時とかね、はあ、好きなもの少し食べるんだけれども、基本的には年間を通してそういう、特にコンテストのシーズンに入ったら、はあ、もうそうなるわけだ。基本綺麗な食事というか、そうクリーンな食事だね。じゃああんまコンビニ弁当とか食べないですか。やっぱ食べない、まあ、そうっすよね。プロといってもやっぱりあのさっき言ったコンテストに出て勝つっていうところになるまでやっぱ時間かかるので、俺もまだアメリカ行ったばかりだから、まだまだ下っ端の下っ端ですよ、はあ、これから鍛えて勝負できる課題するっていう段階なので、はあ、やっぱりそこでもあの人を教えたりね、スポンサーっていうのがあって、もちろんこれ成績が出てきて俺もスポンサーつき始めたんだけれども、そういうのを同時に探していくと。2006年に渡ったんだけども、もう2005年からプロに出始めて、もう全然あの話にもならない、全く通用しない。そこで今のコーチミロス・シャシムっていうあのコーチに出会って、で日本にいた時は俺はコーチとかそういうことはなくて自分一人でやってたんだけども、まあ普通はそれが普通だったんだけども、アメリカではやっぱりそういうコーチに出会うっていうのがすごい大事で、いいんです、まあ、先生だよね、はあはあ、日本でそれに出会って、その人についてから2006年から成績が出始めて。でもそうですか、うん、で何が違うんですか、その先生がいると違う。やっぱり自己流でやってると、まあ、何でもスポーツそうだと思うんだけども、自分がやりやすいことをやってしまうんだよね。だからやっぱり教えられるとあの自分が足りないところをやっぱりやるわけじゃない、うんうん、だから空だったら例えばこの種目は俺は得意だから やりたいんだけれども、これはあんまり好きじゃないからやらないっていう種目はあえてやるわけよ。それたち、ね、要するに筋肉をつけるっていうのは、体が要するに次にこの同じような刺激が来た時に体を強くしなくちゃいけないっていう反応だから、あの慣れてることやっても反応してこないわけ。体っていうのはいくら重いのやってたとしても、それに慣れてるなると体はもうこれ以上筋肉つける必要ありませんよってことになっちゃうから。へ、筋肉をつける反応っていうのはもうこれ防衛反応なわけよ。この運動次やらされたら痛いから、もっと筋肉つけなさいって脳が命令するわけでしょ。だから人間の体っていうのはもともと筋肉をつけることは無駄というか、要するにエネルギーも使っちゃうわけで、疲れやすくなる筋肉ついてると重いから、だからそういうことはしたくない。脳はそういうことをしないようにしてるから、よっぽどつけばつくほど強いきついことをやらないともっとついていかないと言ったらいいのかな。だからね、あの筋肉をつけるってことは、太ってる方が体といい、あのエネルギーがたくさんあの要するに貯蔵されてるから、うん、要するに飢餓状態になったらそれで生きてるわけじゃん。筋肉ついてたらどんどんエネルギー燃やしちゃうから死んじゃうわけよ、すぐ。へ、なんか飢餓状態だったらね。だから人間の体ってはそういうのはできてないわけ。
筋肉をできるだけつけないようにしてるわけ。あ、そうなの。だからなかなかつかない。へ、まあ、中にはもちろん体質で筋肉がつきやすい人いるんだけど、ほとんどの人は筋肉ないでしょ、そんなに、うん、普通にしてれば。そうですね、うん、そういうこと。体に筋肉がない方が自然で、まあ人間にとっては長生きできるから。あ、やっぱボディービルダーさんって自分短いんですか。自分は短いことはないんだけど、例えばあの体が大きい人っていうのはやっぱり心臓に負担がかかるわけよ、うん、プロレスラーであるとか、はあはあ、相撲取りであるとか、要するにそれだけ心臓をいっぱい動かして血液を送らなくちゃいけないわけ、はあはあ、だから体重が重いっていうことは体だったら負担になるね、はあ、だからボディービルダーが自分が短いっていうよりは、体が大きい人が寿命は短いさえんだけど、語弊があるけど、そういう人が多いという表現だ。だボディビルという競技が寿命を短くしてるわけじゃない。大きくすること自体が人間にとってはさっき言ったようにあの負担がかかることなので、でもボディビルとはそうじゃない、体を大きくする競技だから。なるほどね。コーチについていただいてるから、まあ、っていうくらいからさ、そういう世界大会とかいわゆるそういうのに参加できるんですか。オリンピアは、うん、さっき言ったオリンピアはその2007、だから2006年から指導を仰いで2007年に初めて出た。へえ。だからもうすぐ1年で出場。つい。ありがとう。すごい。やっぱ筋肉界隈の北野さんの方も。そうなんですよ。意外と今はそのボディビルブームじゃないけども、体を鍛えるということがさっき言ったように昔あったらあの変人がいることだったんだけども、今あの普通のことになったからね、それは嬉しいことなので、オリンピアっていうのはなんか予選とかあるんですか。あのね、予選、まあ、予選というかその各地である大会で優勝しなくちゃいけない、はあ、いろんな大会で、だからそれに出るためにはプロだから、それ各国のチャンピオンまで来るわけで、はあはあ、だからその中で今度優勝したら今度オリンピア出れますよと。へえ、ね。あ、なんか日本一になったと思うんですか。そう、日本の、それはあれアマチュアの時ね。それでプロになって、はあ、今度はプロでアメリカで大会に出て、それで優勝して、はあ、そう出る。へえ。それ以来もうずっとアメリカが拠点なんですか。そう。へえ。じゃあ年間は日本にいる期間なんてあんま少ないんですか。まあ、そうだね、この大会あのジャパンプロが11月あって、あと5月にもう一つ大会をやってるので、普通はその 2回、ただ今回こういう状況だったら2年間来れてなかったんだけどね。お、2年ぶり。なるほど。そうか、コロナだったからずっとアメリカにいたわけですね。ちなみにコロナ禍のそういうフィットネス業界はどうだったのか。そのフィットネスとかボディービル業界とか。これはね、コロナ禍で逆にアメリカはみんな体のことを気をつけるようになってる。なのでみんなあの 自宅隔離でしょ、はあ、その時まず一番最初に何が売り切れるかというと、ダンベルが売り切れた。へ、日本はどうなのか分からないけども、もうダンベルは例えばアマゾンとか行ったらもう高騰してた、高騰しちゃったくらい金額が、うん、へ、やっぱりダンベル買って、そして自分家でもうジム行けなくなるから、もうすぐあのその日に、俺その次の日ぐらいにスポーツ店行ったらもう何も全部なかった。体を鍛えるというか、やっぱ健康じゃなくちゃいけない。特に家にこもったらそういう風になるわけだ。なので逆にそのコロナが終わってからジムは流行ったんですよ。だけどジムは忙しかった。あ、そうか、もうその頃は経営もしてらっしゃってってことね。そう、ちょうど俺コロナ開けた時にオープンしたので、ジムを。あ、コロナ開けた時、開けた時オープンした。だからもうまだオープンしたばかりなんだよね。4月にオープンしたので。あ、アメリカでね、うん、俺はその前はあのプロテインを売ってたわけ、あのお店ね、プロテインを売って、そう、あとはこうあのプロテインのシェイクを作って飲ましてカフェで、それも、まあ、カフェはできなくなっちゃったんだけども、プロテインは売れたんで、だから逆に通信販売でプロテインみんな買うのと、あ、うん、だからその健康を意識して、プロテインも飲んでトレーニングしてっていう人は逆にコロナで増えた。へえ。ちょっとその脂肪を落としてとか。そう、やっぱり体を強くしなくちゃいけないと思って。でもプロテインはその痩せるとかって意味で言うといいんですか。まあ、プロテインって何の略かというとタンパク質でしょ、はい、だからタンパク質というのは肉とかあの食べ物に入ってるわけなんだけれども、要するになぜタンパク質をボディビルダーはプロテイン飲むかというと、タンパク質を多く取る、はい、多く取るというのは筋肉がやっぱりつけるのももちろんなんだけども、常にこうやって黙ってる時でも筋肉じゃ壊れてるわけ、はいはい、要するに壊れて作って壊れて作ってっていうのを毎日やってるわけ。これが体の新陳代謝なわけなんだ、はい、皮膚とかもそうだよ、これ同じ皮膚に見えるけれども、これ入れ替わってるわけだよ、どうぞ、はい、ね、それと同じように筋肉も要するに作らなくちゃいけないから、それの原料になるのはタンパク質、うん、ここで、まあ、食事からもちろん肉をたくさん食えば単純にはいいんだけれども、肉をたくさん食うと何が起こるかというと、肉に入ってる脂質、うん、要するにカロリーが多くなるでしょ、うん、そうなると
筋肉だけじゃなくて体は要するにオーバーカロリーであれば体脂肪が増える、うんうんうん、だからこのパウダーとしてプロテインを取ることによってカロリーは低いけれどもタンパク質は取れますよということで始まったわけ。あでプロテインはなぜ痩せるかというと食事を要するに少し減らしてプロテインで取ることによってだからプロテインを飲エクストラで飲むから痩せるわけじゃないわけ、うん、だからその食事法はその人によるんだけれどもプロテインはやっぱ誤解は多いよね。これを飲むといきなり筋肉つくんですかとかこれを飲むと痩せるんですかっていうのはそれはやっぱり食事なのよ元はやっぱ一番大事なのは、うん、食事をコントロールすることなんだけれどもそのプロテインパウダーをそれを利用することができるってことだね、うん、プラスアルファで、うん、ライズアップ的なことじゃないけど、うん、なんかその痩せさせるみたいなことも知ったことあるんですか。もちろんそのあのパーソナルトレーニングクライアントで、まあ、一般の人は多いわけよ、うん、もちろんボディビルの選手もいるよ。だけど一般の人でこういうふうにしっこい体したいですとかあのそ普通はかっこいい体っていうと筋肉がついて体脂肪が少ないからでしょ、うん、だから体脂肪を減らすということはこれはまあ逆違う言葉では痩せるってことだから、うん、ただ俺のところに来る人はただ単に体重を落とすだけじゃなくて筋肉をつけてかっこよく痩せる、うん、痩せたいというかまあかっこよくなりたいということ、うんうん、へえ。それで分かんないけど30キロ減とか分かんないけどそういう人もいるんですか。中にはいるね。それは体重相当落としてでもいるよ。やっぱそうすると人生変わるよね。体だと明らかにそう30キロ痩せたとかになるともう文字通り人生が変わるんで、うん、やっぱり楽しくなるし、うん、外見が全てないんだけども特にアメリカは外見から入るからなんかも。あ、そうなんですか。まあ、日本もそうじゃないあでもよくなんかその太ってると仕事だけやってって思われるみたいな島工作で先輩の漫画ですけどやっぱりそういうのがあるし見た目でフィットしてる健康的だと好感度も高いじゃない、まあ、別にその逆もあるんだけどもだからまあ一般的にはそういうトレーニングして体を変えることによってよく全てが良くなるってことはほとんどだからあ人生が好転するわけですね。人生が好転するからこれはもうウェットレイングやったことによってまあその人の人生がお金も稼げるとかねうん嬉しいよね。だからまあ俺ももちろん今はもう現役なんだけれどもやっぱりまあそれよりもやっぱ更新の指導とかもあるんだけれどもやっぱり昔は筋肉のことで考えたわけうん昔はっていうかもう今もそうなんだけれどもというのは筋肉第一でしょ、はいまあ、どんなスポーツやったらそうどうやって1秒縮めるかとかそういうことだと思うんだけども今はその筋肉を使ってどうやって還元していくかとあ、まあ、還元していくかとそれをどう経済に言ったらな、まあ、要するにこれで生きていかなくちゃいけないでしょ。俺はこれが全てなのね今までの20歳からこれしかやってないから、だからこれでいかに俺は生活を成り立たせるかっていうことと あとはこれ後輩をこうその更新どうやって盛り上げていくかということを今やってる。ちなみにボディービルやめようと思ったことはないね、まあ、ない、そうですよね、うん、ただ今はやっぱりコンテストに自分が出たいというよりはその裏方の方を要するにもう、まあ、やっぱりもう通用しなくなってきたっていうのもあるけどね。あやっぱり若い選手がいっぱい出てきてるので、なるほど、うん、やっぱりこの間2020年のオリンピアこれ最後今、まあ、最後のコンテストだけど、はい、やっぱりそこでもやっぱり全然通用しなかったのでもうあなるほど、うん、10回目の出場でやっぱり以前のように出ても楽しくないっていうのもある正直言えば、まあ、やっぱ今までトップで戦ってきたのがもうやっぱり評価されないっていうのがあるからうそうするともうやっぱりそれももちろん体を作るっていうのはもちろんまだ俺はもう一生やってるけどもこれをいかに使いながら、まあね、日本とか、まあ、アメリカでもそうなんだけど貢献していくと。そんなに会社的な事業的なダメージなかったの？全くなかった。逆に伸びた。へえ。それはプロテイン売る、ね、サプリメントを売る仕事に関してはすごい伸びた。過去最高の業績だった。そうなんですか、うん、YouTube とかいつになったの？だって YouTube はね縁があってやっぱりこれもう2年前ですよ。もう全然つい最近 YouTube やりましょうってことがあって、日本の人から、日本の、彼が今 YouTube のチームとしてやってくれてるんですけども、彼らが いなかったら YouTube 今も YouTube なんだろうっていう人でしたね。おそらくそのタイミングもたまたまよくたまたまというか、インスタグラムとかそういうソーシャルメディアがボディービルに合ってたというか、要するに写真を載せるってやっぱりボディービルが一番映えるでしょ、うんうんうん、他のスポーツだってなかなか分かんないじゃないですか。
だからそれを若い人がやっぱり敏感に察知してボディービルを始めたんですよ、うんうんうん、それで流れでやっぱりそういう課題に憧れ始めたらどういうふうにやるのかなということで YouTube の、 そのトレーニング系の YouTube が流行ってると、このタイミングにあったんですよね、おそらく。じゃあ基本トレーニング系の動画を上げてると思って、そう、それから始めたんだけど、やっぱりそれだけじゃやっぱ YouTube チームが言うにはやっぱりなかなか難しいと、はあ、もちろんトレーニングもそれは あるんだけれども、それ以外のまあアメリカに住んでるということを利用して逆にそのいろんな日常のこともやろうということがあって、はあ、まあ、それやっぱりその視聴数っていうのかな、その見てる人ビューは見てもやっぱりボディトレーニング以外のところがやっぱりみんな見てるっていうのある、食べるものとか、あ、食事とかそういったところが興味あるみたいな。何が一番再生されてるんですか、ちなみに。腹筋のトレーニングの時は特に隔離の時だったので、はあ、やっぱ家で腹筋やるっていうのは器具がなくてもできるから、その器具がなくてもできますよっていう腹筋が今まで一番再生があるかな。へえ、なるほど。今が一番その授業的な収入率高いですか、そのこれも、まあ、伸びてはいる。ただ今やっぱり競争も多いから、パンデミックだった時の方が良かったって、まあ皮肉だけどね。昨年が一番調子が良かったのか。昨年はもうやっぱり過去最高。セールスは1億2億に行くかっていうぐらいだったからね。2億円。うん、2億円。へえ、うん、だから従業員は俺含めて3人しかいないから、あ、すごいそれでそれだけ売り上げたから、はは、そんだけ資金が集まればジムとかもやってみようってなりますもんね。そう、それでジムは7月にオープンして、これもおかげさまでさっき言ったような状況があるので、アメリカではトレーニングに対するまた意識が高まっているので、おかげさまで4月からオープンして、まだ3ヶ月かで順調です。へー、すごい。パワーハウスジムってこの、あ、これがそのジム、これ俺のジム、へー、でアイリスカイルっていうのジムのパートナーでこの名前入れてね。あ、すごい。へー、え、ちなみに日本ではそういうのはやらないですか。日本でもやってるの、この東京初台にあって、あ、初台もそこはもちろん俺いないから、ちゃんと現場でやる人間がいるんですけど、これからはボディビルダーというか、まあ、スポーツ選手一般全部全般そうなんだけども、どうしてもやっぱり そこで燃え尽きちゃうというか、俺もそういうふうになるのかなと思ったんだけども、やっぱりスポーツの時代はいつか終わるわけじゃない、自分ができるかっていうのは。で、まあ、やってる時はもうそんなのやっぱり夢にも思わないというか、俺もそうだったけどね、実際。だから実際もう現実的に競技者としては、まあ、やっぱり先は見えてますよ、うん、言った時に俺は ラッキーというか、そのいろんな人の出会いがあって、うん、こういったのやらせていただいて、もちろん YouTube もそうだしね、うん、だからスポーツ選手今やってる人は、プロの人はやっぱり今からやっていかないといかない。現役終わってからじゃちょっとタイムラグができちゃうでしょ。ああ、そう、セカンドキャリア、現役中にちゃんとその満たしたったの稼ぎをちゃんと計算しとかないと、野球とかサッカーとかもそうですもんね。やっぱり野球とかサッカーだと、その額が高いだけにやっぱりギャップが大きいんじゃないかな、ね、何億とか稼いでいきなりそれ入ってこなかったら怖いでしょ。ああ、そうですね。まあ、それぐらい稼ぎちゃったら改正者とかもあるんだろうけど、やっぱりそこじゃない人がほとんどだからね。 99.9% の人はそんな多くても稼げないわけじゃない。ちょうどあ、本なんですか。本出す、うん、いいですか、その話して。本ね、12月のちょうど今12月これ出るっす、12月そう同じ時期に本出すことになって。そうなんですね、うん、でそれで、まあ、今日たまたま話さなかったことも書いてるので、ぜひ興味のある人、トレーニング法もそうだし、食事法もあって、あとはその俺の生い立ちみたいなのも絡めて書いてます。なるほど、わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、また送ります。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。